ベトナムの地方行政区画は3級制で第1級行政区、第2級行政区、第3級行政区に分かれる。より大きな単位として第1級行政区をいくつかの地方に分けることも多いが、これは正式な地方行政単位ではない。日本語では城は、市、軍は、区と訳され、死者は、市や町に否定される。城属称は、昇活市とされる。 2016年6月時点、中央直轄市に所属する、死者は、ハノイ中央直轄市の存在死者のみであり、これは、旧存在省及び旧、派退省の合併に由来する。日本語では、市陳は町、社は村に否定される。行政レベルとは別に、中央直轄市、小直轄市は4つの階級に分かれる。ハノイ及び、ホーチミン市は、特別市とされ、それ以下、 第一類都市、第二類都市、第三類都市と分類される。ベトナムの地方第一次インドシナ戦争の停戦を維持する目的で1954年のジュネーブ協定が定めた17度線を境とする地域区分。1976年のベトナム統一後は滅多に用いられない。中央直轄市と省の配置省と省と,省とを列挙する。ありがとうございます。